現職の都議を引き連れ、都民ファーストの代表として挨拶回りをしました。小池知事は都民ファーストの会の代表として各会派を回り、就任の挨拶をしました。その後の都議会の代表質問では、自民党の議員が市場の移転問題で答えを出していないことや、昨日まで離党届を出さなかったことなどから決められない知事だと指摘しました。小池知事は昨年の夏に進退伺いを提出したが、区議会議員は処分し、私はそのままだったなどと述べ、自民党側の対応に疑問を呈しました。